はい、としきチャンネルのとしきです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日の企画はこちらでございます。はい、大変遅くなりました。2021年シリーズは山岡投手をリアタイで使ってみたやっていきたいと思います。山岡投手はもうたくさんの、YouTuber の方が上げてくださってるかと思うんですけれども、こちらですね、 D カーブの部分がナックルカーブに変わってるので、まあ、その辺の使用感というところを実際、まあ、僕の方でも使ってみて感想とお伝えしていければなと思っております。まあ、本来配信者であるんであればもっと早く見極みにして、まあ、使っていくべきだったんですけれども、まあ、なんせ美化機でやってる部分もありまして、育成の優先度等を考えて、まあ、これぐらい遅くなってしまいました。誠に申し訳ございません。ということでですね、まあ、使えるか使えないかというよりかは、まあ、僕個人としてはね、使ってみたいので使うという部分が大きいので、まあ、本日も楽しく山岡投手使っていければなと思っております。それでは試合どうぞ。はい、ということで試合やっていきたいと思うんですけれども、相手の方の打率が5割2分1厘ということで、まあ、かなりね、猛者の方と当たってしまいました。まあ、この、まあ、大体そうですね、この、まあ、5割ぐらいの相手ですと、まあ、2点ぐらいで抑えれたら合格点かなと思うので、まあ、しっかり2点ぐらいで抑えていきたいと思います。まずは先制点が大事なので取っていきます。よろしくお願いします。大野さんね、最近苦手ですね。いやー、大野さんが苦手というよりかは、バッティングの調子がね、ちょっと落ちてくる部分もあるので、しっかり引っ張りを意識して打っていきたいと思います。あー、何してるんや。ちょっと本当に今のは良くないですね。野木さん、野木さん、超えろ。いやー、三者凡退はきつい。はい、ということで、山岡さんを使っていきたいと思います。ちょっとね、まあ、さっきも言ったんですけど、相手の方、打率5割ほどあるので、5割2分1厘ですね、あるので、ここで点取られてしまうとね、動画的にもね、かなり薄っぺらくなってしまうところもあるのでね、そこはなんとかね、避けていきたい。じゃあ、ナックルカーブ投げてください。OK、OK、OK。しっかりワンアウト取っていく、ナックルボールで。そうですね。若干ね、D カーブの頃は、ちょっとチェンジアップ的な役割もあったんですけど、ちょっとその辺のね、役割という面では、ちょっと弱くなってるのかなという感じではございますが、それでもね、まあ、去年のシリーズ2から継承してもいいのかなと思います。はい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 、はい。じゃあ、ここ、ナックルカーブで、ちょっと正隆さんには怖いけど、OK、OK、めっちゃよくない、めっちゃよくない。めっちゃ良くない。ここね、三者凡退でね、切ったらめっちゃいい感じ。で、最近個人的に推してるこの外角へのまっすぐ。この入るか入らないかところに、まっすぐとシンキングで散らしていくと。おわー、これはさすがにやられたか。まあ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 。ちょっとホームランという最悪の形になってしまったんですけれども。ちょっとね、これは僕の作戦ミスということで。じゃあ今日推しのナックルカーブをね、なるべく投げていきましょう。で、この回裏でね、点を取れなかったら負けてしまうので、この動画終わってしまうので、ここはなんとかナックルカーブを押していきたいと思いますが、フォアボール。さあ、丸さん、ナックルカーブ、オッケーオッケー。結構いい感じなのかもしれないですね。っていうのが、その、やっぱ、D カーブと比べるとね、動きはまだナックルカーブの方が似てるのかなっていう、個人的な印象。この、早く曲がっていく感じとか、似てるので、この変化量の差で抑えていけることは結構可能なのかなって思います。ちょっとナックルカーブを押していきましょうか。OK。最後は、アウトコースにまっすぐで。いやー、危ない。せっかくなんでね、ナックルカーブもう一回行きましょう。はい、ナックルカーブ。OK。縦スラ。さあ。うわー、結構粘らっしゃる。粘らっしゃるので、もう一丁。うわー、Tの守備が素晴らしい。あー、俺カットボール選択しちゃったけど、よくないよね、これ。OK。もうしゃあない。打たれるよりかは大丈夫でしょう。でも、打率5割相手にね、ここまでいけてるんであれば、
いいんじゃないでしょうかね。まだ1イニングで抑えきってないんで何とも言えないですけど、これこのまま終わるようなことがあると結構いいんじゃないですかね。 OK、 はい、しっかり取っていきました。ナックルボールでね、スリーアウトしっかり取っていきました。いやー、打てる騎士ね。いやー、ありがとうございました。はい、ということで試合があっけなく終わってしまったので、まあ最後ね、この縦スラとナックルカーブのね、この変化量の違いっていうのをね、ちょっと今見てもらえたらなと思います。これはね、練習試合でやってるんですけれどもね、大体こんな感じですね、変化量としては。はい、ではもう一回縦スラを投げます。はい、結構積極的に打ってきますね、コンピューター。ちょっとね、大きく外します。パテスラがこんな感じで、ナックルカーブがこんな感じ。だから個人的にはね、 D カーブからナックルカーブに変わってね、悪くなったって印象はね、受けないですね。むしろね、まあ今回のリアタイとかはね、打率5割の人を相手にね、3人ともナックルカーブを勝負球で抑えていくことができましたので、まあ要はもう使い方次第だと思います。はい、まあこういうところからね、投げていくといいのかなって思っております。ナックルカーブは基本高めから落としていく感じでいいかなと思います。ちょっと一回あえて外します。はい、でもう一回ナックルカーブ、まあ、こんな感じの変化量となっております。で、さっきね、まあ、勝負球に使ったのは、このコースからのナックルカーブがポップフライになると。まあ、こんな感じにね、コンピューターになってくれましたということで、エンディングに行きたいと思います。はい、ということで本日は山岡投手をリアタイで使っていきました。バッティングの方はね、もう全くダメだったんですけれども、まあ、山岡投手は、ナックルカーブを使って、スリーアウトをしっかり取っていけたので、まあ、ピッチングの方ではある程度いいところが見せれたのではないかなと思っております。ということで本日の動画はこの辺にしたいと思います。このチャンネルはオリックス純正殿堂入りを目指してオーダー強化を進めております。皆様から応援していただけると嬉しいです。サブチャンネルもやっております。概要欄のリンクから飛べますので、興味がある方はそちらもご覧ください。はい、ということでね、現在リアルタイムではまあ交流戦がまあ終わったというところで、オリックスは見事優勝することができました。本当にね、今のオリックスめちゃくちゃ強いので、このチャンネル見てくださってる方で、まあオリックス、今まであんまり興味なかったけど、少し興味出てきたよって方はね、ぜひ一緒にオリックス純正楽しみましょう。ということで本日はこの辺で、バイバイ。